年前の試合と同じになりました。さあ左のダブル、あ止めた。はい、こんにちは。今回はデビュー当時はあまり期待されていなかったが、経験を積んで強くなりトップアマのボクサーや期待のホープたちを倒したボクサーを紹介いたします。2013年4月、後楽園ホールでプロデビューした木村選手は、初回1分15秒 KO 負けを喫しました。しかし、その後、打たれても前進するスタイルで連勝を重ね、世界挑戦にたどり着いたのです。木村選手の前に立ちはだかる世界王者は、ゾウシミンです。ゾウシミンは2大会連続オリンピックで、金メダルを獲得した中国の英雄です。木村選手は初回からガードを高く上げて前に出ますが、ゾウシミンは軽いパンチを出しながらリングを縦横無尽に動き回ります。ゾウシミンのパンチが木村選手にヒットするたび、会場からは大声援が巻き起こっております。木村選手はパンチをもらいながらも前進を続け、気温にボディを止め続けます。10ラウンドまでは王者がポイントをリードしているのを知っていた木村選手、11ラウンドに猛攻撃を敢行いたします。完全アウェーのリングで終盤勝負を決行した木村選手のスタミナ、精神力、そしてセコンド時の戦略、こうして木村選手は大金星を挙げ、 WBO 世界フライ級王者となったのです。世界王者となった木村選手は、初防衛の相手にまたもやオリンピック出場経験のあるエリートボクサーとの対戦となりました。五十嵐選手はアマチュアでは全日本選手権ライトフライ級を連覇し、アテネオリンピックに出場しました。プロ入り後は2012年に WBC 世界フライ級王者となり、初防衛も果たしております。スタミナがあり、ガンガン前に出る木村選手は、空振りをしてもどんどんパンチを繰り出し前進を続けます。迎えた第9ラウンド、五十嵐選手も迎え撃とうとしますが、木村選手のパワーと手数に押しつぶされてしまいます。木村選手の豪快なボクシング、圧倒的手数がオリンピアのテクニックを飲み込んでしまったのでした。サウスポースタイルの糸数選手はアマチュアで50戦以上のキャリアを誇り、プロ入り後も日本王者となりました。対するジャッカル丸山はアマチュア経験はなく、叩き上げのボクサーですでに8敗しているのです。日本王者糸数選手が初防衛戦の相手にジャッカル丸山選手を迎えたのですが、両者これまで1勝1敗で3回目の対決となり、お互い手の内を知り尽くしております。
ダウンを奪われたジャッカル丸山は逆に猛反撃を行い、驚異的な連打を放ち、王者は棒立ちとなるのです。ジャッカル丸山の連打は止まらず、40発ほど繰り出した時にレフリーが割って入り、戦いに終止符を打たれたのでした。比嘉選手は全日本新人王にも輝き、戦績は10戦全勝でホープとして将来を期待されているボクサーです。一発のパンチ力で勝る比嘉選手がジャッカル丸山を追い詰めていきます。比嘉選手の強打を受け、ジャッカル丸山はピンチに陥ります。前のラウンドでピンチだったジャッカル丸山は6ラウンドに入るとノンストップの連打で形勢を逆転するのです。ジャッカル丸山は3度目の防衛戦に関博之選手を迎えます。両者は半年前にも戦っており、ジャッカル丸山が2度のダウンを奪われ、絶体絶命のピンチに立たされたのでした。関選手はアマチュア時代にモスクワオリンピックの候補となり、国際トーナメントで金メダルを獲得し、帝拳ジムから大いに期待されているボクサーなのです。第2ラウンドは両者合わせて3度のダウンが起こる壮絶なラウンドとなります。2度目の戦いでタイミングをつかみ始めた関選手は得意のカウンターをヒットさせます。このラウンド2度目のダウンを喫し、絶体絶命の窮地に陥ったジャッカル丸山はまたしても驚異的な粘りを見せるのです。ダメージの深い関選手はジャッカル丸山の猛攻に耐え、ロープに詰まりかけたとき、ジャッカルの渾身のパンチに対し、関選手の起死回生の右カウンターが決まります。前のめりに顔面から崩れたジャッカル丸山は、ふらつきながら立ち上がりました。現在なら TKO 負けを宣告されていたでしょう。足を痙攣させながら立ち上がったジャッカル丸山は、関選手のラッシュをなんとか耐えるのです。回復の早いジャッカル丸山は5ラウンドに入ると攻勢に転じ、コーナーに詰めて
めった打ちをします。そして前回の戦い同様、6ラウンドに結末がやってきます。エリートボクサーを相手にジャッカル丸山は乱戦に持ち込み、またもや倒してしまうのです。オルランド・サリドは2011年4月に WBO 世界フェザー級王者のファン・マルエル・ロペスに挑戦しました。ロペスはアマチュア時代にはプエルトリコ代表としてアテネオリンピックに出場し、プロデビュー後も全勝で世界王者になり、当時30戦全勝 27KO のレコードなのです。プロ叩き上げでデビュー戦黒星スタートのサリドは、全勝の世界王者に対して序盤から優位な展開で試合を進めます。誰もがロペスが勝つと思っていたのですが、サリドは重いパンチを連打で放ち、どんどん王者を追い詰めていきます。サリドは2014年3月にはロマチェンコと戦います。ロマチェンコはアマチュアで396勝1敗の驚異的なレコードを誇り、オリンピックでも2大会連続金メダルを獲得しております。この試合はロマチェンコが史上最短王者となるために設定された試合でしたが、サリドは最高技術を持ったハイテクに勝つために体重超過やダーティファイトを仕掛けていきます。体力で勝るサリドは接近戦を挑み、ロマチェンコのテクニックを封じ込みます。